ジャンバティスト・バンローの肖像画ジャンバティスト・バンローは、フランス王国の肖像画家、エクス・アン・プロヴァンスで生まれ、父のルイア・ブラム・バンローより、美術の手ほどきを受ける。少年期から、教会や公的な建物の装飾用絵画を描いていたこともあり、トゥーロンでも似たような仕事を得たが、1707年のトゥーロン包囲戦により立ち退くことを余儀なくされた。カリニアーノ ビットーリオ・アメデオ一世の援助を受けて、ローマへ行くと、ベネデットル・ティの教育を受けた。ローマでも、教会の絵画の仕事を受けることが多く、特に、サンタマリア・イン・モンティチェリで描いた、キリストの鞭打ちは、多くの賞賛を受けた。トリノでは、サボヤ公、ビットーリオ・アメデオ二世など、宮廷の人々の肖像画を描いた。続いて、パリに移ると、 王立会が彫刻アカデミーの会員に選出され、教会の祭壇の装飾画を描いたり、フォンテーヌブローで、フランチェスコ・プリマティッチオの作品を修復したりした。1737年に、イングランドに向かうと、コリー・シバーとオーウェン・スイニーの肖像画で注目を受ける。そのうちスイニーの肖像画は、バンドの多くの作品と同じく、ジョン・フェーバー・ジュニアの手によって、メゾチンと処理がなされた。 財務大臣の服飾を着たロバート・オール・ポールの肖像画も描いており、こちらはナショナル・ポートレート・ギャラリーの所蔵となっている。またプリンス・オブ・ウェールズのフレデリック・ルイスと、その妻オーガスタ・オブ・サクス・ゴータの肖像画を描いていた。しかし、健康が悪くなってきたため、イングランドには長く留まらず、1742年にパリに戻った後故郷のエクス・アン・プロバンスに向かい、 1745年12月19日にそこで死去した。彼の描く肖像画は印象的で原本に忠実であり、本人より綺麗になるように描くことは少なかった。弟のシャルル・アンドレ、息子のルイ・ミシェル、フランスはシャルル・アメデ・フィリップも画家の道を歩んだ。ウィキメディア・コモンズにはジャンバティスト・バンローに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。